おはようございます。コパールです。いつも動画をご視聴していただきありがとうございます。今日はですね、12月18日の日曜日です。久々の山に行こうかなと思っております。相棒陽平くんと一緒に行こうかなというところで、今待ち合わせ場所に、まあ、2分の遅れで到着したというところですね。まあギリギリセーフですね。はい。で、向かうお山なんですけど、まあ一応は決まってるんですけど、なんかね、ものすごい今日寒くて、私の地元でも今外気温0度をマークしております。朝7時ですね。登山天気アプリとか見ても、行く方の山がかなり冷え込むという予報なので、ちょっと今げんなりしてます。はい。私自身本当に久々の山なので、もう2週間ぶりかな、久々の山なんだけど天気が最悪ということで、まあちょっと行く山をもう一度ね、相談し直して、まあとりあえずはどこかしらに登りたいと思います。おはようございます。寒すぎない？いいですよ。本当になんか爆風の予報だよ。すっげえ悪かったよ。それでもいいの？いいんだね。いいんじゃないですか。じゃあとりあえず行くか。8時31分駐車場到着です。準備しますって。風やばいぞ陽平、もう絶対やばいよ。もうサブ、はい、8時41分スタート。これは過酷な戦いになるぞ。稜線出たら半端ないだろうね。これはダメだ。たどり着けない未来が見えるな。ということで今日は栃木県日光市にある中倉山3回目の登場かな。で前回ね、今年陽平と一緒に行って道を間違えて中倉山のその先にある総理山っていうところに行きたかったんですけど、まあ行けずに、で今回リベンジ行こうということなんだけど、これちょっとダメだ。多分ダメだと思います。中倉山まで行けるかどうかも怪しいぐらい風が強い。まあとりあえず行けるところまで行ってみたいと思います。あー、寒い。ここが事件現場ですね。前はダビりながらずっとこっち行っちゃったんですけど、正式にはこっちですね。左2本目の橋を渡ると。いい景色だね。ね、風さえなければいいね。最高だね。お、びっくりした。何だ、うわ、でか、怖いって。石川田平気怖いって。石川平気まだいる。白いお尻可愛いんだよな。確かにずっとあいついるけど、置物じゃないよね。これ一人だと心細いんだよな。ね、よし、スタートから1時間ぐらいですかね。ちょうどいい感じで体が温まってきたところで中倉山登山口到着。3度目の中倉山かな。行ってきます。急登の始まり。相変わらずの急登、すぐ暑くなる。さあ雪が結構積もるってことじゃないけど上に乗っかってる感じですかね。いやーきつい。覚悟はしてたけど、久々っていうこともあったり、こういう落ち葉なんかもあってなかなか登りづらいですね。え、疲れる。
ちょっと GoPro が寒さで落ちちゃいましたね。さあ尾根道と合流です。よっしゃ、急登登りきったぞ。南大山見えてきた。はあ、寒い寒いけどやっぱ雪こんだけでも楽しいね。ちょっとテンション上がるね。今シーズン初の雪だな俺は。かっこいい南大山。かっこいいよね中倉山ね。風もそうでもなさそうだね。音がしないね。来た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 。すげえかっけえ。めちゃくちゃかっこいい。これはいいね。いつ来てもいいね中倉山。マジでいいわ。すっげえ景色相変わらず。風なさそうだね。やったー、誰もいない。3回目の中倉山最高だ。やっぱここ好きだ。着いた中倉山。到着あれ到着あれ何が正解？はい、ということでスタートから約2時間ぐらいで中倉山到着です。やったぞ。通算私的には3回目か。陽平は？俺も3回目。同じか。通算3回目の中倉山、相変わらず期待を裏切らない素晴らしい景色。いいね。なんかもうマジック何回かやられてんだろうね。飛ばされたりぶっ壊れたりしてんだろうね。ついにマジックで。ちっちゃいやつなくなったっすね。ね、すんげーちっちゃいあったよね。それは飛ばされるよね。ある、あったあったあった、見えた、見つけた見つけた、見つけた。ちっちゃかった、ちゃ白いのに書いてあったけど、こんなちっちゃくなったよかまぼこの板みたいな。はい、じゃあとりあえずここのブナ行って、この先のここのブナ行って、ちょっと風が今落ち着いてるからそのうちに総理山リベンジ行くか。よし、今回半年ぶりの中倉山。前回ね、栃木の上高地で道を間違えて総理山断念したんですけど、リベンジしようっていうことになって、で当初風がすごくて心配はしてたんですけど、今のところの状況だったらいけそうなんで、このまま行っちゃいたいと思います。いい景色だね。最高だマジで。見えましたね、ここのブナ。かっけえ。おお、寒い。怖っ。来ました、ここのブナ。冬も力強く立ってますね。すごい。うわ、めっちゃかっこいい。まあとりあえずここのブナゆっくり見たいところだけど、まずは総理山リベンジを最優先ということで、またピストンなんでここ通るので、その時ゆっくりしたいと思います。ただ怪しいけどね天気が。まあ無理せず行きたいと思います。よいしょ。さあちょっと岩場が出てきますね。マジで気をつけていきます。あんな穏やかだった山が急にこんな岩場。これ傭兵気をつけてね、怖いわ。結構危ないので要注意。結構というかかなり危ない。踏み跡がないと嫌だね。
やー、かっこいい。すごい。また冬は冬で表情が全然違うな。前回はそこでいろいろ遊んで帰ったんだね。どうする？行ける？完全真横に雪が降ってきたけど、ちょっと行こうか。脅威を感じるほどじゃないね。ああ、帰ろう。すげえ景色。おお、見上げるようだね。さあ、中倉山から総理山につなぐ一番へこんでるところに行きました。今から総理山に向かってぐおっと上がっていきます。チェーンスパ装着完了。いや、いいね、グリップ感がいいね。全然違う。いや、全然違うこれこれ。もうちょっとで総理山のピークが見えてるんですけど、中倉山から総理山に向かう間にちょっとしたピークがあって、そこの名前が波平ピークって言われているピークがあります。そこもめちゃくちゃ楽しみで、いつか行ってみたいなと思ってたんですけど、もう間もなくな感じがするので、ちょっと楽しみにしたいと思います。まあ、なぜゆえ波平ピークなのかという理由も合わせてそちらで発表したいと思います。結構岩がゴツゴツだな。よいしょ。楽しいね、このコースは。本当にね。あ、晴れてきた。しかも、おお、晴れてきたみたい。結構上がったね。奥にうっすら見えるのが多分スカイ山ですね。日本百名山。どこだ、波平ピークは。総理山この奥ですそうでしょ、奥が総理山、手前が手前が波平ピークってこと。こんな落とし穴あった、マジか。ここへ来て衝撃の事実だな。ちょっと問題が問題というか、ずっとここがね、今掘ってきたここが総理山かと思ったんですけど、総理山あっちでしたまだ先だった。そこが波平ピークか。だよ、くそまだ先か。もう終わったと思ったのにな。まあでもそう遠くないでしょ、うん、とりあえず波平ピークを楽しもう。いや、絶景絶景。この振り返った景色がたまんねえよ。すごい、すごいよね。波平ピークだ。いたわ。総理山と勘違いした二人して勘違いして登ったピーク、波平ピーク到着でございます。来てみたかったところだ。じゃじゃんと波平ピーク到着。これが波平ピークの一番の見どころ。思ったより波平感ないね。ある？ないですねなんかもっと立ってたのかな、ちょっと倒れてるのかな。何ですかね、風に浴びてるから ね、 ね、動いちゃう。あ、動いちゃうんだ。ああ、いいねいいねいいね、そこだ。はい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 。ああ、来た来た来た。波平ピーク波平ピーク到着です。面白ね、これはいいね。波平感出てくる。おお、寒い。はい、スタートから2時間36分、波平ピーク到着です。やったぞ。
まあ、ということで何が波平なのかっていうのはもうお分かりかと思います。もう多くは語りません。波平ビーク来てみたかったところやったぞ、嬉しい。で、その先がどこ、一番奥、多分一番高いところ。マジか、もうちょっと進んだ、一回また下るじゃん。本当だ、だるが、総理山だそうです。まあ頑張ろう、行くだけ行ってみよう。天気も青空出てきたし、じゃあまた波平さん、さよなら。さあ、ちょっと波平ピークが過ぎて、ほんの一瞬かもしれないけど青空が今広がってる。めっちゃ気持ちいい、楽しい。ああ、なんと太陽出てきてくれました。ちょこっと、超あったかい。すごいね、太陽の力偉大だよね。日差しが当たるだけですげえあったかい、最高だ。ああ、また隠れる。向こうの奥の山々もすごいね。進まないね、足が綺麗すぎて。絶景すごい。冬も最高だね。いいね。さあ、総理山までもうちょっと。やったー、あ、本当だ、超すごい。誰やってたんだろう。やったぞ、いいね。よし、ということで2時間55分総理山リベンジ完了。やったぞ、いいね、最高だね、最高。予想をはるかに上回る最高さで、ちょっと奥良さそうじゃない。そうですね、ここピークはこんな感じ。ピーク自体はちょっと木が邪魔してるから、ちょっと奥に休めそうなところがあるから、コーヒーだけでも飲んでるから。やった、超楽しかったわ。男体山見えて、日光シアで見えて、穂高見えて、スカイさんがすぐそこで、素晴らしいね、最高だ、来てよかった。はじめ俺筑波山にしようと筑波山にしようと思ったんだけど寒そうだから。これめちゃくちゃ可愛い。はい、じゃあちょっと名残惜しい雲はあるんですが、じっとしてると寒いし風も吹いてきたので、ちょっとね、ここでコーヒー飲もうと思ったんだけど風が当たるんで、まあ、ちょっと引き返していいとこあったら休憩しようと思います。その前にちょっと先に進むとね、スカイさんがすごいよく見えるところがあるんで、そこでスカイさんの写真撮って帰りたいと思います。いやー、寒い寒い。うわー、すげー。やっぱり日光車ね、がっつり雪濃いね。すごいよ。これが栃木の実力だよね。よし、楽しかった。うわ、楽しい。やばいね、この時期いいね、雪の中倉総理山最高だね。あとあったかいコーヒーとあったかいラーメン食いたい。すげえ景色広がったね、奥の方まで。一時はどうなるかと思ったけど、すごい景色になってる。波平ピーク到着、面白い。めちゃくちゃ思ったよりも波平ね、よくできてるわ、よく、いいネーミングだわ。うわ、こっから見る中倉山もすごいよ、見事だね、最高じゃんこの稜線。
今日のランチは傭兵シズネの赤いキツネ。私はこれ、これいつものエルティクッカー、イーステッカー貼ってるね。もう今売ってないけど、非売品だから。I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you. You, 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 you. Oh, not today. Somebody got lost again.中倉山いいね、最高、最高の山だと思う。ちなみにずっとテンスパ履いたままで来ました。ぬかるみとか落ち葉がすごかったので、すごい役立った。イエーイ、着いたぞ中倉山。ありがとうございました。楽しかった。改めて中倉山のこの魅力を知ったね。いいっすね。いいよね、最高だよね。5時間13分。さあ、あとは林道を適切に歩いて、この終わった後の林道もさ、のんびりいいよね。行く前はこうウォーミングアップとしてこうなんかいい感じだけど、帰りはこうクールダウン的な、ね、クールダウン。確かに油断してきたぞ。ちょっと訳あって着替えてますけど、わけあってシェルが変わってますけど、いや、ゲートまで来ました。最高だ、中倉山最高。ありがとう中倉山、もう何度でも来たいですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。よかったね、総じてよかったね。初めは本当に俺ね、寒くて天気予報見た時に余計にちょっと筑波山を打診しようかと思ったんだけど、まあ来てよかった。駐車場ここから出た時は風もすごくてやばいなと思ったけど、行ってみたらね、やっぱ下のこう下界の方が風強いね。そうですよね。で、青空もちょこちょこ出てくれたので、もう大変満足の参考になりました。ちょっとしたプチ雪山を体験できたので、それも楽しかったですね。はい、これからまたさらに雪も深くなってくると思うので、まあ、もし来られる方はしっかりとした雪山装備を、して持って、挑んでみてください。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。それじゃあまた、バイバイ。